カド競馬夢予想。皆さんこんにちは。こんにちは。TNC アナウンサーの佐藤ゆりかです。YouTube でしか会えないアナウンサー川崎聡です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやー先週小倉記念。はい。残念だったね。明るいですね。いやいやもうしょうがないよもう本当にもう。いいレースでしたよ。いやいいレースだったよ。うん、でも俺本命にしたあのゴールドエクリプス一応3着だから1ポイント。あ、ね。あポイント制だったの。そうポイント制今回も1ポイント。今1対0。あれでもさスタッドリー本命にしたっけ、はいはい、4コーナーまで良かったよ。そうなんですね。良かった。もうあと一伸びだったんだよね。そうですね。なればねという北村さん的にはやっぱ函館輸送して、うん、まあ抽選ダメだったので、はい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 、そういう輸送の関係があったんじゃないかなという話はされてました。あなるほどね、うん、ちょっと疲れてたかなっていう、ね、やっぱりね生き物だからね。とはいえさ、はい、小倉記念もいいレースだったけれども泣いてたね。泣いてたね。ババのすぐそばでどうしたの。なんか落っことしたの。落っことした、うん、落っことしてはないです。じゃないの、うん、あの私が名付けさせていただいた、うんはいはい、夢叶う犬がデビューしました、うん、見事なレース、はい、しかも3着に入ったんですよ。いやーあれいやーもうよかった本当に。ちょっと道中さなんていうの、なんだろう、ちょっとこう外へこう行くようなところあったじゃない、何回か、うん、そうですね。だけど直線に入って外目に持ち出してそっから良かったよね。そうでもゲートも早い馬なんですよね、うん、もうしっかり出て位置取りどちらかというと先行馬って話は聞いてたんですけど、うん、まさかあんなに伸びてくるとは。末脚も素晴らしくて、俺ね実況してたんだけど。あそうだったんですか。うん、夢叶う犬直線うおーとかと思っちゃって、うん、ボキャブラリーないな。いや素晴らしかった。何川崎さんですか。いや本当に感動した。本当夢叶う犬自体もすっごい頑張ってくれたし、うん、応援してくださった皆様ありがとうございました、うんね、今後が楽しみ、はいね、そう夢叶う犬について、はい、一つあります、うん、一つあります。でしょう。あのじゃじゃん、もうレース決まってます。土曜日19日土曜日の小倉一、うん、第一レース小倉一レースで2歳未勝利戦出ます、うん、夢叶う犬、うん、これも九州さんの限定のレースはい、ね、うん、全部は連投なんですよ。全部は連投、そうだよ。先週九州さんの新馬があって、まあ、大体さそのメンバーがもう一回出てくるからさ、はい、未勝利ね。まあ、でも珍しいじゃないですか、やっぱ全部連投っていう。あ、まあそういうことになるよね。なかなかないですし、ない本当にすごいもう頑張ってたから、うん、もう、うん、勝ってほしいなって思ったこそ。生産者の本田さんもね、あの日俺レースの前に会ったの偶然お会いしてね、うん、いや本当楽しみだよなんてね、おっしゃってたんで、うん、ぜひ夢叶う犬引き続き、はいはい、噛んでしまった、うん、夢叶う犬引き続き応援よろしくお願いいたします、うん、注目していきましょう。かわいい。さあそして今週、はい、うん、重賞ありますよ。今週も重賞嬉しいね。今週は、うん、第58回テレビ西日本賞北九州記念です。やった。年に一度の謝杯でございますよ、はい、謝杯です。ここ当てないと我々、うん、そうだってお依頼さんとか来ますから、うんん、そう、はい、いやあんま関係ないと思うけど、でも当てたいよね、心情的にはね。当てたいですよ。58回目ね、うん、58歳の私が。え、そうなんですか。今週の予想ですよ、はい、58歳。この間誕生日、え、うん、おめでとうございます。ありがとうございます。プレゼントはあの前後半年ずつ受け付けてますんで、はい、え、こちらへ。こちらへ。あ、川崎さん、私、あるんですよ、川崎さんに誕生日プレゼント。え、何。私からおめでとうございます。これリアル？リアルです。小道具じゃないの？本当です。あ、本当、あれ、はい、ありがとうございます。あの後ほど、うん、じゃあこれここに隠して、はい、いつもありがとうございます。いやいやいや、もうとんでもない。あの、ワインです。あ、ありがとうございます、はい、本当に。何やってんだ本当に。ありがとうございます。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。待てたいレースでございますが、はい、メンバーも、うん、まあ見どころあるメンバーじゃないでしょうか。これね、18とフルゲートでしょ。そうなんです、ハンデ戦で。これ迷うよ。これハンデ差はどう。トップハンデが、うん、
トゥラベスーラの58キロ、うん、で最軽量がレジエロの53キロとなっているので、うん、ハンデ差5キロですね。小倉記念ほどのハンデ差がない、うん、でそれだけちょっと力拮抗してるというかね。そうですね、フルゲートだから見応えがね、直最後の直線がどうなること、はいはいはい、そして馬券もこれはね面白いですよ。当てたい。そうですね、うん、モズメイメイとかもゲートすごいですもんね。あ、モズメイメイもね早い、早い、うん、あとママちゃんママちゃん、ママ子ちゃん、ママ子ちゃん、そう、ね、ソダシの妹なんですよ ね、うん、俺てっきりあの白い馬だとね思ってたらじゃないんですよ、ね、うん、白くはないんですよ、ね、でもソダシをこうね彷彿させるレースをするんじゃないかなっていう、これ楽しみだな、すごい楽しみだな、迷うな、これ、はいはいはい、では、はい、予想していきましょう、はい、じゃあ58歳になったばかりの川崎さんから、はい、行きましょう。お誕生日迎えられたんで、はい、はい、参ります、はい、ドーン。16番スマートリアン、6歳牝馬、あら夏はやっぱり牝馬ですよ、うんうん、これね、もう簡単にまとめてきました、はい、でとにかく両馬場の 1200m 得意なのよこの馬、うんうん、先日買い出したのはね割と最近なんだけれども、はい、3走前福島でオープン特別両馬場で買って、前走が福島テレビオープン、これも両馬場でも両馬場以外だと結果残せないっていう馬なんだよね。うん、でも、まあ、日曜日馬場状態いいでしょう。で、そして決め手発揮、ね、展開味方、うん、行きたい馬いるじゃない、ここテイエムスパーダもそうだし、モズメイメイもそうだし、ジャスパークローネもね CBC 賞に激入りがちだから、だからね前が速くなればこの馬、ね、出番がありますよ、うん、もう一頭じゃない、もう一つ、追い切りも好調キープ、一週前にね、おしまい11秒台というおしまい強めの調教をやってる、はい、で今週も販路でさっとやって12秒1だったかな、うん、うんうんうん、好調キープしてます、はい、で鞍上が柴田義富ジョッキー、そう57歳、うん、57歳かっこいいんだよね。いやかっこいい、ね、そうしかも久しぶりじゃないですか、夏国自体も小倉自体も、3年ぶり、うんうんうん、でもね、久しぶりしか来ないでしょ柴田ジョッキーは。そうですね、大体小倉はね、で2020年久しぶりの愛知杯、小倉の覚えてますよ、ね、なんだっけ、電光安住、そう電光安住、うん、でね見事勝ってますもんね、うんうん、ということで、買い目でございますが、はい、はい、これいきましょう、はい、16番からね、うん、はい、1番9番11番13番14番15番17番18番、3連複軸一頭、もちろん単複も買っときます、はい、完璧。あれ歌わないんですか、え、あれ歌わ、いや2023年は歌わない、楽しみにしてたのに、58歳大人だもん、うん、今更いやいや、ちょっと大人になろうと思ってね、あ、歌をやめたんですか、いつまでも歌ってる場合じゃないと思って、なんか川崎さん的に結構今回穴馬じゃないですか、はい、そう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 、うん、58歳生まれ変わったんで、うん、なるほど、はいはい、いろんなものを求めようと、はい、うん、以上、以上、私がお伝えしましたでは佐藤参りますね、どうぞ、はい、では、うん、佐藤の本命いきましょう、うん、佐藤も穴党ですからね、私は子供です、うん、16番のスマートリアンです、はぁ、あ、かぶった来たね、ここに来てかぶります、早くない今回さ、どっかでかぶるんだけどさ、ここ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 どうする、だから俺さっき、うん、本命バーンで出された瞬間、うん、内心ドキドキでしたよ、いやいやいや、なんでかぶるの、いや、いや俺先週ね北村さんとかぶってたので、プロの北村さんと被ってて、はい、競馬糸のね、うんうん、でまあまあちょっとね、まあ、競馬だから結果はちょっとねあれだったけれども、いよいよその3着でしたから、まあね、うん、うん、今週なんかちょっと不安になってきた、なんで車配、はいはいはい、そう私もスマートリアンなんですよね、まあ、平坦小回りコース得意ですよね、はいはい、で福島は小倉と似た平坦小回りコースでありますが、うんうん、柴田義富ジョッキーとのコンビで 1200m2 戦して1勝3着1回と放送してるんですよね、去年の CBC 賞小倉で開催していたんですが、うん、そのテイムスパーダ、はい、すごいタイム出ましたけども、ね、超高速馬場の中追い込んできて4着だったんですよ、うんうん、
だからハイペースというか超高速馬場、うん、まだ開幕してから2週間目なので、うん、まだ前残りというかちょっとペースも速くなるのかなとは思っています、はいはい、その中で足、うん、まあ小倉千人の実績もあるからスマートリアンがいいかなと思いました、はい、そう先ほどね川崎さんもおっしゃっていましたが、うん、だからあのね早いタイムでも対応できるっていうことよね。そうなんですよね、うん、柴田義富ジョッキー4年ぶりの夏の小倉は参戦。4年ぶり、うん、夏国は4年ぶり。夏の小倉はね、小倉参戦がおよそ3年半ぶり、冬は来られていらっしゃるんですが、夏国が、うんうん、4年ぶり、オリンピック周期4年ぶりということで。なるほどね、うん、このコンビで、うん、結構3着以内に来てるから、うん、小倉でもあるんじゃないかなと思って、はい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 、スマートリアンにしました。おあのスマートリアン管理する石橋調教師、石橋守調教師ってね、はい、あの柴田義富ジョッキーと競馬学校同期なんだよね。そうなんですね。そう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 、うわ、じゃあもう同期で、うん、同期の縁で乗ってるわけ、うん、でスマートリアンに乗りに小倉まで、うん、わざわざねという、うん、これ注目ですよ。そうなんですよ、うん、もうねだから、うん、まさか被ると思わずに本当だよ、もう俺もう一生懸命今週考えたのに被ってんの。でも被ったら、うん、結構な確率で来ません、うんうん、結構な確率で来るけど、うん、結構じゃない確率でダメなのよ、友達俺っていうのは。やだ、うん、大体俺の感覚では半々ぐらいかな。あ、でも、うん、あるこれはありますよ、うん、だって社配だもん。あ、そうね、うん、そうね、TNC の私たちがスマートリアンって言ってるなら、うん、来るんじゃないですか。しかもね、馬番が16番なのよね、うん、2人かぶってるわけでしょ、はい、8、8で16でしょ。あ、ね、8チャンネル、 TNC って8チャンネルなんですよ、うん、8たす8は、うん、16 アナウンサーとはあるまじきトーク。めっちゃしょうもない。しょうもない、本当に本当にもう、再生回数落ちてんだから。え、ね、それは川崎さん、あ、馬になったからじゃないですか。あ、そう、うん、だから俺の顔が見えなかったんで、みんなこうね、うんうん、まあいいや、はい、まとめますか。買い目これどうするの。今日おかしくないですか。いつもおかしいの。いつも、うん、まあもう、うん、もちろん単服で勝負しますよ、うん、いつものように単服で、はい、頑張ってスマートリアン。うん、いやー、俺来そうだね。うん、おー、いや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 、私は自信に変わりましたよ。いやいや、おお、俺もまあちょっと不安ありの自信ありのこう、まあでも完璧。そう、完璧、うん、そう編集点。さあ今週の競馬人はあの札幌記念もありますから。そう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 、うん、うん、なかなか武豊ジョッキーの馬もいいらしいじゃない。ジャックドールとシャフリヤール、うん、ね、まあ、メンバー見事、これすごい揃ってますからね。これはね、真夏とは思えないメンバー。もうネットではなんか、うん、夏の天皇賞とか騒がれてますよ。夏の天皇賞さ、ちょっとそれはどうかなと思うけど、でもそれぐらいメンバー的にはね、そうなんです、うん、天皇賞でもおかしくないメンバー、うん、また楽しみですね。これはちょっと日曜日大変よ。はい、その競馬ビートなんですが、うん、ゲストが TIM のお二人です。おお、毎年ねいらっしゃるね。はい、うん、もう盛り上げていただいて。いや、そうそうそう、あの楽しい放送に、ね、なるもんね、うん、うん、また先週とは一転、今度はまた違う競馬ビートをお届けできるというね。はい、うん、午後3時から放送します。皆さん、はい、ぜひご覧ください、うん、レースはしっかりお届けします。当てますように。あ、噛んじゃったどこで噛んでんねん